今回の一般質問は通告通り一件であります。まあ、町長もこの内容についてはご覧になっていると思いますが、明快な答弁をよろしくお願いいたします。一つとして新年度予算に関しての補助金の取り扱いについてであります。この件についてはすでにというよりも12月に入ってから査定される、そして査定を受けてから来年度の予算編成ということになると思いますが、その中で令和2年度の予算編成や執行にあたり、町が各種団体に支出している補助金が有効に使われているかなど、どうか興味が分かるよう補助金の用途や課題、そして今後の目標などを議会に知らせ、補助金の必要性を示すべきと考えるのが町長の考えを伺います。